カジさん。ああ、カジさん。あ、本日、ありがとうございます。いえいえ。はい。私、結構仮想通貨で溶かした人間です。で、それをちょっと糧に、こういう本をちょっと買いまして。おう。仮想通貨で、見えますか？かつすごい指針。すごい指針っていう本を買って、はい。ちょっと勉強してるんですけど、はい。この本にはリップルがいいっていうふうに書かれてるんですけど、リップルってどうでしょうか？一番答えにくい質問ですね。すいません。端的に言うと、やめた方がいいです。リップルがまだいいって言ってるの、本当世界で日本人だけです。悪いことは、もう買ってるんだったらこれ以上喋んのやめますけど、まだ買ってなくて悩んでるんだったら悪いことは言わないでやめてます。ただ、もうビットコイン、はい。短期的には上がったり下がったりあるんで、まあ、向こう2ヶ月あいつやめとけって言ってたけど買ってたら倍になってたぞみたいなことはありうるんで、最後はご自身で判断していただきたいんですが、世の中的にはもうリップルってもう無理でしょ、いつまでいるのって言われてます。でもなぜか日本では根強い。それはもう単純に北尾さんが好きでずっと推してるから、ただそれだけの。あれは北尾公園って言われてるんで。なるほど。